えっと、私は四国の香川県にある高松市美術館で学芸員として働いていまして今がちょうど7年目になるんですけれども、えっとまあ、高松市美術館が現代アートの作品ですとかあと地元の漆とか近郊の工芸作品あと西洋の版画作品を中心に収集している美術館なんですがそういった 収蔵作品を生かしながら展覧会を行っていることもあって、そういったジャンルでの特別展の担当をしたりとか企画をしたりとか、そういったことを主にしています。ありがとうございます。あの立さんご自身のご専門分野とか領域とかそういったところとかも教えていただけますか？はい、えっと学生の時はあの西洋美術のゼミに入っていましてベルギーのアンソールという画家を 研究をしていたんですけれどもこの高松市美術館に来てからはちょっとそういう西洋美術史からはちょっとだけ離れたような現代アートの作品とかも取り扱っていますし今は本当にさまざまなジャンルについて日々研究というか、えー、作家さんに教えてもらったりしながら学ぶこと大きい日々といった感じであの学びながらの活動をしているような形です。えっと、今回選ばせていただくとに まあ、高松市美術館の職員と言いますか四国にいる学芸員ということもあって中四国地方ゆかりの作家さんを紹介するっていう、まあ、テーマを頂い,いていても私自身もなかなか東京では紹介をされていないようなゆかりの作家さんをご紹介できる機会だなと思っていたこともあってまずはゆかりであるっていうことを重視して、えー、と選ばせていただいた作家さんたちになります。 なので何かこの5名の作家さんに大きく共通する部分とかいうのはそれを設定した上でテーマを設定した上で5名を選んだわけではありませんので共通する部分っていうのを見出すのは難しいかもしれないんですけれどもまあ後々考えてみると文章にも書いてはいるんですが曖昧な境界をこう漂うというか曖昧な境界にいながら 相対するものを見つめて作品を作っているような作家さんっていうのにまあ共通として挙げれるかなというふうに思っていましてということはまあ今現時点で私自身がそういうところに興味があるのかなっていうのは感じているところです。ですね、加藤さんについてはその作品、はい、出来上がっている作品が展示されているものをずっと見ていた作家さんなのであまりその制作過程ですとか どういったそ,れそれぞれの作品に対してどういった思いで作られているかということをあまり知らずに客観的というかお客さん視点でずっと見ていた作家さんではあるんですけどもその、まあ、私は高松井にいて香川,での香川ってあの漆がすごく伝統的な工芸品なんですけどその香川でよく見る漆とは全く違う表現というか言われるまで漆とは分からないような。 作作品を作られててていいる方だなと思っていてでも漆って分かると確かにあの漆らしいその深い黒といいますか、まあ、漆黒ですよね漆黒とか言って漆黒と読むと思うんですけどその漆の特有の黒さとか深みとか艶やかさみたいなものをうまく取り入れながらご自身が表現したいものっていうのを作品に こう表していいる方じゃないかなかと思います上池さんの作品って本当に廃材というかその使い古されたものの,その個性というか特徴みたいなものを生かしながら掛け合わせて一つの形、うん、と世界観みたいなものを作っていらっしゃる方なので。 えっと、舞台美術で本当に日本全国を日々回られながらその舞台を作る舞台をデザインするっていうところからそういう舞台に参加をされている方なんですけど結構その舞台美術の中でもそういう廃材みたいなものを、まあ、実際に廃材なのか新しい素材を廃材っぽく見せているのかはわからないんですけどそういったものをうまくこう 舞台の世界に取り込みながらでも上池さんらしさみたいなのを出されている方なので、まあ、舞台ってやっぱりその監督さんとか俳優さんとか脚本ありきみたいなところがあってどうしても舞台美術が主役になることってあまりないと思うんですがそこであまり全面に自分を出すのではなく寄り添う形ででもしっかりその世界を支えているような、えっと、美術をされている方なので。 作品自体も何か上池さんの強い主張というのをこう一方的に感じさせられるような作風の作家さんではなくてその空間にその作品があることによってちょっと空間が変わるというかそういったような類の作品を作られている方だと私,は認識しています私個人もそんなに土井さんの作品 をそこまで詳しく知っているわけでは実はないんですけれどもその高松でアートスペースを運営されていたりとかそういう高松のまあ、高松の他でも違う場所でもすごく活動されている方なので高松で別に知られている高松だけで知られている作家さんでは別にはないんですが高松という場所で結構アートシーンを今後支えていってくれるような若手作家さんになるのかなっていう風に まあ一方的に私は思っているの作家さんで,で作品については映像作品を結構私は見ていたのでその、うん、日常風景の中にあるこう、まあ、人の目が止まらないこともないけれどあえてそれを取り出す人っていうのはなかなかいなかったんじゃないかなっていう何も変わらない風景を切り取ってそ,れをそこに焦点を当てて作品を 作作り出すようなな家さんだなと思っていてい今回この見せていただいている画像についても結構そういうようなタイプの作品なのかなと思って楽しみにしているんですがまあこれがどういった作品なのかっていうのが実際のところ私はよく分かっていないのでこの作品について何も言えないんですけど、まあ、土井さん独特の世界観っていうのが作品に表れるような作家さんなのでそういったところが今回も表れてくるんじゃないかなと思ってます。 2019年に高松市美術館の展示に来ていただいた時も、そもずっと前に私自身が家を背負って歩くのあの作品といいますかプロジェクトを知ってそういったところに興味,が興味を私自身が持って村上さんにお声掛けをして高松で展示をしていただいたんですけどもその時にはあの広告看板の家っていう作品プロジェクトを高松で展開していただきまして。 全く家を背負って歩くとは見た目は異なるプロジェクトだったんですがその中でもあの広告看板の家というものを立ち上げてからさまざまに広告っていうものに興味を持たれていたような節があったのでそこからの延長にもなるような作品なんじゃないかなと思っています。あとあの去年の奥能登芸術祭にあの参加をされていたときに その美術家が作るもの作品と呼ばれる美術家が作るものとその美術市場でマーケットで美術作品として扱われるものっていうのが本当にイコールなのかみたいなところに焦点を当てたようなというか私はそう考えた作品というかプロジェクトを展開されていて今回のアートフェアっていう場にもそういったものの何か延長で さらにできないかなと思って私は声をかけさせていただいた作家さんです。あの2021年の大きい大きい方って言っても画像では分からないと思うんですけどはいそっちこちらの作品が私があの横山さんの存在をすごく意識をした作品なんですね。うん、えっと岡山の方で「愛師賞っていう賞があるんですけれども、えー、この前 あの横山ささんんがが愛知賞の大賞を受賞された作品がこちらなんですであのま,まさかそれを出してくれるとは私自身も思っていなかったので <laughs> とてもこの画像を見てあ,のあすごいっていうのを思ったんですけれども、まあ、あのガラス作家として活動されている横山さんなんですけど、まあえっと、私自身がそんなにガラスという素材には詳しくないのであまり専門的なことはわからないんですが。 ガラスとは思えないほどのこの動きといいますか柔軟さまあ横山さん自身でもよく雨細工のように言われるっていうふうにおっしゃっていたんですがそのんだろう水のような雨細工のような風のような勢いっていうのをこれもそれなりに大きな作品なんですけれどもガラスで表現してしまうんだなっていう驚きがすごい作家さんでもちろんこの他の作品にも そういった要素っていうのは十分含まれていてあの私たち、まあ、私が思っていたガラスっていう概念をすごく覆してくださった作家さんだなと思っていますでこの二十一年の作品は本当にこうパワーがぎゅっと収まった上で発散するような作品だなって思ったんですけども他の作品にはこう命がその中に宿っているような 熱をこう中にじっとこもらせたような作品っていうのもたくさんあってその吹きガラスで作られているということなんですが横山さん自身のその吐息吐息というにはもう比べ物にならない大量の息だとは思うんですけどその自分の体からその中に込めるエネルギーみたいなものが形になった作品とも言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。 普段はあの美術館、公立の美術館に勤めていますので、あんまりそういうアートフェアというものには、お客さんとして伺うことはたくさんあったんですが、中として関係を持たせていただくことがなかなかなかったので、本当に貴重な機会をいただいたなと思っていますし、まあ、だからこそ、普段関われない、えー、とアートマーケットのようなところで、例えば村上さんが今回、 えと参加してくださることによって何が起こるか楽しみであるようにそういった何か今回アートのマーケットについて自分自身が考えれる機会になればなと思いますしその来られる方についてもそういう美術アートっていうのは本当にその人の立場ごとにいろいろ考え方があると,と,うと見方があると思いますのでそういったところを考え,こう考え直すような。 機会になったらいいなぁと思っています。